それでは、ウェ同士の紹介をしたいと思います。まあ、これはレッスンではなくて、生徒さんが送ってきた宿題を直したい。まあ、直しながら、たくさんのウェア同士の勉強にはなります。そして、まあ、日本の方がよく間違っているところを直したいと思います。日本人であれば、同じ間違いをする可能性が非常に高いと思いますので、本当にこれから紹介するものはあの意味があると思います。どうしてウェの勉強ます 動詞の勉強をしないといけないかと少し説明したいと思います。ウェ同士はフランス語で最も使われている、最も多いあの動詞です。まあ、90%以上の,あの動詞がウェ同士です。ですので、このウェ同士の現在形の活用を勉強することによって、フランス語の90%の動詞が使えますよ。そして、過去形と未来形の勉強をしたときに、 本当に役に立ちます。まあ、前のクラスですね。エトル、エトル同士を勉強していて、これはとても大事ですね。英語のトゥビにあたります。そして、アワですね。これで立派な自己紹介ができました。自分がね、結婚しているか、あの年齢を知ることを持っているものをね、たくさん紹介ができますけれども、今回はもう毎日何をしているか、今現在何をしているか、 ともう本当にあの欠かせない活用ですので、ぜひこのレッスンの、まあ、この宿題の直し方をあの受けてください。フランス語の後に日本語をしますので、非常に勉強になると思います。発音、読み方、も全すべてですね。はい、それでは行きましょう。いつも通りに前回と同じく合ってたら、 これは何ですか? <S「s す u l i g n e r le pronom sujet correct」。いわゆる、ただしい主語のな、この複数の主語がありますね。<う>「<の>とか。それをその中で選ばないといけない。じゃあ、発音をしましょう。う「Vous, p a r l e z あなたたちは話しています。「う、」、「」。あなたは、まあ、君は見ています。Elles 彼女たちは聞いています。ちなみに、リエーゾンがありますね。ここに、エル・ゼクウッド。ジュテレフォン。私は電話しています。イル・ディスキュッド。彼らは話ししています。オン・マーシュ。私たちは歩いています。いいですね。ノー・トラバイオン。私たちは働いています。ちなみにね、 ここで点つけた方がいいです。一応間違いとなります。Voo photography あなたたちは写真を撮っています。El danse 彼女たちは踊っています。El z e t u d e 彼女たちは勉強しています。何度も言いますけれども、ここは、ね、発音しないので気をつけてくださいね。L z e t u d e リエゾンですね。はい、第2の宿題いきたいと思います。今回は で丸付けてくださいってことね。で、正しい形です。かただしい形は一つしかないので、その中で選んでいくという形。はい、じゃあ、「NOUS ARIVON r s à l a é r o p o r t CHARLE s DE g a u l l e いいですね。ここにもまたリエゾンがありますね。NOUS ARIVON r s à l a é r o p o r t CHARLE s DE g a u l l e CHARLE s DE g a u l l e 空港に着きます。 これはあの今の宿題はどうして素晴らしいかと言いますと、これはあの観光についての単語がたくさん出てくるので、本当に素晴らしいと思います。前のものは、まあ、毎日の生活の動詞ですね。だから全部覚えないといけない動詞となります。ぜひ覚えてください。自分のノートに書いて、この動詞は絶対覚えておく。いいですね。はい、それでは行きましょう。No. あ、そうですね。この 活用ですね。見たときに、どうやって原型知りたいときですね。一応紹介しますけれども、原型知りたいときは、こうなりますね。パーレーがあって、パーレって活用した部分ですね。これを取って、ウェアにしますと、これが辞書で書いてある原型。いいですね。パーレーとなります。すべてはそうだからね。例えば、 ここですね、見る、regard、regard、同じことをやりますね。regard を書いていただいてで、ここの部分の代わりに er にしますと、原型が出てきますね。それを覚えていただきたいと思いますね。regard、いいですね。これを書いてください。教科書に。これは、まあ、活用したあの動詞だから、 このまま、まあ、覚えない方がいいですね。原気を覚えていただきたいですね。はい、これはコメントでしたけれども、とっても大事と思います。はい、続きましょう。Nous arrivons à l'aéroport。はい、Il cherche un taxi。あってますね、ブラボ。v o で、彼らは、タクシーを探しています。Il cherche un taxi。v o u s d e m a n d e z des informations、まあ。あなたは、 情報を聞いています。まあ、質問しています、まあ。情報をゲットするようにお願いしています。お、レーザー・デ・プラス。私たちは席を予約しています。いいですね。Les guides accompagnent les touristes.Gaidoua, Konkurikou, 一緒に行く、まあ、連れて行く、accompagné。Elles expliquent la direction. 生き方を説明しています彼女は Nous regardons les monuments 私たちはモニュメントを見ています Vous marchez dans les rues あなたたちは道の中で歩いていますまあ、道を歩いていますはい、続きましてはリエゾンのところですねリエゾンは、まあ、On arrive v o u ゼメなどの発音がくっつくときのリエゾンですね。はい、行きましょう。Voo cherche はないですね。だけ。On arrive. たかにあります。私たちはつきます。Elles accompagnent. 彼,彼女たちはつれています。Elles écoutent. 彼女たちは聞いています。n parlons. 私たちは話しています。i l r e g a r d e 彼は見ていますないですね。な ous aimons、私たたちは、好きです。vous étudiez、あなたたちは、勉強しています。お téléphone、アクセントは必要ですね。ils h a b i t e 彼らは、住んでいます。vous adorez, あなたは、または、あなたたちは、大好きです。n e x plique、私たちは、説明しています。 で全部点になった方がいいと思いますね。一応、フロントでは、まあ、間違いとなりますので、ちょっと面倒くさいけれども、<laughs> 書いた方がいいかなと思います。うんそうですねで。これで少しまとめをしたいと思います。説明したいと思います。そうですね。あのリエゾンとなるのが、この動詞の場合は、ずですね。例えば、色をつけますと、nous aimons, vous étudiez, ils habit、まあ。S がありますとね。 をあどれ。エルエコテ、エルーアコンパニー。で、あとは、オンというものがあります。オンのヌですね。基本的に、ヌとなります。じゃあ、青にしますね。ヌ。これじゃなかった。ヌ。いいですね。ヌは発音。それが、青にしますと、オンエクスピック。 そして、お、な、りぃ。だから、仕事の、あの、リエゾンは、これで、これが多いですね。あ,あとはもうそうです。ね。ここに書いてなかったけど、あればとするですね。Uh, il い、だと、イレクスピック。もありますね。ここにはなかったので、この13にしますね。い、または elle、え、え、で終わっているものもね、リエゾンにありますから、気をつけてください。え、レクスピック。 いうことこは、3つ目の L もありますね。リエゾンは3つあります。第1が、ず。これは多いですね。第2は、ぬ。おんとかですね。で、第3はイルル、いると L のる。はい、少しまあ分かりやすくなってるかなと思いますけれども、リエゾンはとっても大事ですね。リエゾンが分からないと、あの単語が分からない可能性がありますから。 冷蔵の練習ととしててこれをやってきたと思います今回の練習はまた習慣について、まあ、今回の演ビデオはやっぱり毎日のコードについて話せるようになるという目的ですのでたくさんの動詞と発音を覚えていただきたいと思います。 今回は少し少しェ r 動詞の中で活用の難しいものを紹介しています。ですので、間違いがある可能性が高いですので、ぜひ集中して聞いてください。じゃあ、je v o u d r a で s vous poser des questions pour une enquête.、まあ、質問したいんですが、は、私、oui? は、私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 は、n は、私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 、o 私、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  はい、これよくある間違いですのでぜひぜひ見てください。そうですね。ジュ。元はジュはこれですね。だけど今回はアビットはアシュから始まりますね。これから始まりますので変わります。ジュの形の変化があります。こういうふうになりますね。はい。ジャビット。で、距離はそうですね。一つの文字の距離ぐらい。 のもあのー、距離が必要となります。じゃ、ビット。これは100回見たことがありますので気をつけてください。少し今読みづらいのでもう一回書きますけれども、まあ、距離はこれぐらいですね。一つの文字ですね。ここかなくてもいいですけれども、私は書きますね。変形します。じゃ、ビットという発音になりますね。じゃ、ビット。 いいですね。ジャビット・オン・コロカション。ルームをシェアしています。まあ、フロンセでよくありますけれども。Avec deux amis。あこれは面白いですね。Avac ではなくて avec。日本で avec というのは彼女とか彼氏とていう意味が昔ありましたけれども、そこから来てみるみたいですね。ちょっと読みづらいので、もう一回大きな字で書きます。A. avec. Donc à, avec des amis. Hatsun avec des ,ですね. ne. Avec deux amis. Mata danno miss mis kamoshi de nai keredo ne. Vous travaillez? Shigoto shite imasu Oui, je travaille. I des ne le matin. Hai, shigoto shite imasu asa shigoto shite masuyo. Vous déjeunez chez vous? Ie de hirugohan tabete mas Parfois. Toki des ne. Koko parfois.

vous ー・ t u d i e z 勉強していますか Oui, ジェト d ディー。ここもね、アクションがないと、ジ é t u ディ e だけど、発音は j'étudie 勉強しています。改めて何度もね、そういうことを繰り返しますけれども、これはうと言います。これですね。これはう。で、つけます。これをつけますと、a」に変わります。ってこと、これとこれが、 完全に違いますね。うの発音、え。発音記号で書きますと、こんな感じ。う。で、発音記号だと、えとなります。これは日本語と全く同じ発音だから、いいですね。えとなりますね。はい。j 2 d j e g é n é r ケト e m ー あ、18h à la bibliothèque。お、oh, これはいいですね。アクショングラウで合ってますね。素晴らしい。いいですね。あった。ちなみに、フランスのアン・レベルではそんなにアクショントのことは気にしていない。まあ、できればね、間違わないで書いた方がいいかもしれないけれども、いや、間違ってもそんなにあの大事じゃないです。もっとも大事なのが、やっぱり、 そうですね。最も大事なのがコミュニケーション。の話が通じるか通じないかの話ですね。ですので、あまり気にしないでください。まあ、できればあの間違わないでくださいけど、そんなにこだ、ね、わらなくても大丈夫です。はい、まとめて。Win,、oui, j'étudie généralement de 14h à 18h à la bibliothèque。ふだんは十四時から十八時まで図書館で。

ってこ,とここだけを気を,け気をつけてもらいたいと思います。ジャビットとジュデジュンのアクソントですね。でも、試験の時にこういうふうに書いてもそんなにあの大変な間違いではないですね。案はやっぱり入門ですので、まああの、話が通じればということですね。はい、それでは次のページに。え、アプレ。そして、ウーディスクテ、お話ししてますか

私はア r t ーと言います。j 3アの私は31歳です。ジェ t u ディ、レコノミー、エラ m i e et l はい、先ほどと同じ間違い。それはもちろんそうだけど、ジェ t u ディ。でも大丈夫です。し験の時にはそんなにあのこれはちょっとまだわからないけれども、大丈夫ですよ。j ディ、ジ d ジ e du saxophone saxophone o ensouchimas et je chante aussi soshite utattemas parfait c'est je joue an temas net check shimashou je joue et je chante je cherche sanga des musiciens pour former un groupe groupe o tsukutamenima ano ano hokano member o sagashite j'adore

まあこのビデオをここまで見てくれてありがとう。本当に勉強になったと思います。発音とつづりをあの復習ができたと思います。知らない動詞がありましたら、この中でね、ありましたら、ぜひ自分のノートに書いてください。みんな必要とされている動詞です。私を勉強したいのであれば、私のウェブサイトも見てください。それでは、お疲れ様です。Au revoir。